口をあんあん。おいしいおいしい。作るよ。まずはトウモロコシの皮を剥いていくよ。包丁で切れ目を入れたら半分に割っておくよ。トウモロコシをすりおろすよ。シャカ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 。玉ねぎもすりおろしていくよ。シャカシャカシャカ。お鍋にバター、すりおろした玉ねぎを炒めていくよ。甘い香りがしてくるまでじっくり炒めたら、すりおろしたトウモロコシとお水を入れて軽く混ぜて、蓋をして弱火で煮ていくよ。牛乳を加えてお塩で味を整えたら、トウモロコシスープの出来上がり。さあ召し上がれ。シャーベットを作るよ。まずはよく洗ったリンゴを4つに切って、芯を切り取っておくよ。レモンを小さくカットしたら、ボウルに絞ったレモン汁の上にリンゴをすりおろしていくよ。シャカ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 。レモン汁とリンゴをよく混ぜたら、袋に入れたリンゴにヨーグルトを入れて、口を閉じて揉むように混ぜていくよ。もみ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 。混ざったら平らにして冷凍庫で1時間冷やすよ。またもみもみして冷凍庫でさらに冷やしたら、リンゴとヨーグルトのシャーベットの出来上がり。さあ召し上がれ。チーズ唐揚げを作るよ。まずはオクラにお塩を振って、コロコロしながら産毛を取っていくよ。ヘタを取って硬いところをカットしたら、小さく切っていくよ。
袋にオクラ、粉チーズ、片栗粉を入れたら振りながらよくまぶしておくよ。フライパンにサラダ油、オクラを並べて揚げ焼きにしていくよ。全体に火が通るように転がしながら焼いて、粉チーズが溶けてカリッとしてきたら、オクラのチーズ唐揚げの出来上がり。さあ、召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しいな。今日は鶏肉とパプリカと大葉のゴロッと焼きを作るよ。まずは鶏胸肉の皮を剥がしたら小さくカットするよ。赤いパプリカを薄くカットしたら、小さい四角に切っておいてね。ボウルにピザ用チーズ、大葉をちぎって加えたら、マヨネーズ、お塩、片栗粉を入れてよく混ぜていくよ。フライパンにサラダ油、スプーンで形を整えたお肉を焼いていくよ。焼き色がついたら裏返して、蓋をしてしっかり火を通したら、鶏肉とパプリカと大葉のゴロッと焼きの出来上がり。さあ、召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。今日はひまわりそぼろご飯を作るよ。まずは人参を薄く切ったら、細かくカットしていくよ。きゅうりを斜めに薄く切ったら、半分にカットしておいてね。フライパンにサラダ油をひいて、鶏ひき肉、人参を炒めていくよ。ジュージュージュー、ジュージュージュー。火が通ったらケチャップ、お砂糖で味付けしていくよ。ご飯の上にそぼろを乗せて、周りにコーン、最後にきゅうりで飾り付けしたら、ひまわりそぼろご飯の出来上がり。さあ、召し上がれ。